よう大将。どうしたどうした、しけたつらしてよ。なんでもないって顔じゃないぜ。こりゃ重症だな。綾辻さんか。さっきから彼女のことはずっと見てたから。俺でも気づくほどにな。まあ無理もないか。確かに綾辻さんは魅力あるからな。あんだけ可愛らしくて性格もいい、しかも成績抜群ともなれば人気も出るさ。お前もそう思うだろ。おはよう。おはよう、綾辻さん。ねえ、この間はありがとうね。この間？なんかあったの？うん、私のなくした手帳を拾ってくれたの。お前もたまには役に立つんだな。あ、もう余礼なんだ。仕方ねえな、席にそっとするか。大丈夫だよ、大丈夫。だけどさえちゃんにあやかりたいのね。あやかるって、ミヤも大きくなりたいんだもん。だからちょっとだけお願いね。でももう授業が。あ、お兄ちゃん。
ふーんだ、ニーニの母ちゃんデーベンさ。大丈夫ですか先輩。されるのとは違うので。
今時間平気？よかったら少しお話でもしない？伸ばしたら邪魔じゃない？あ、そっか。確かに可愛いかもしれないけど、私は今のところそこまでする気はないかな。じゃないけど、最近はカレー作りにハマってるの。機会があったらね。頭から食べて尻尾にあんこが入ってないとすごく寂しい気持ちになるから。銭湯って大きいお風呂のことだよね。残念だけど入ったことないんだよね。いつか絶対入ってやるって思ってるんだけどね。一緒に入っちゃうなんてね。冗談よ。街でカップルが幸せ全開で歩いてるの見た時かな。
君と話してるとすっごく楽しいわね。うん、時間を忘れるくらいに。残念だけど、しょうがないか。またお話ししてくれるかな。よかった。じゃあね。